抱負と言われましてもですね、ねあのどんな話かも何にも知らないわけですね脚本家曰く、今日がこう私の最終審査だということであなたの舞台に出るって決まってますから、はい、うんとまだ決まってないやがましな <laughs> スケジュールものすごく明けてるそれではただいまよりパルコ劇場お披露目オープニングシリーズお披露目の記者会見を始めさせていただきます よかったじゃあ,あの小さなあの花の足しにならないホットドッグは <laughs> えーとですねそれはあの、はい、ちょっとメニューは新しいメニューさせてでは新しいメニューも期待していただきたいといったところでしょうか井上でしたありがとうございました,ましたパルコ劇場の舞台に出させていただくのは私初めてでございまして二十、えー、歳の頃に演劇を北海道でやってた頃にとにかくこう 憧れて見てたパルコ劇場に何かこうついに出るのかというのは何か本当に感慨深いものでございましてですからこう私はこ,うこの舞台に今立ちましても昔と何が違うのか全くわからないわけでございましたそういった意味ではあまり考えはないんですけども藤井隆さんもお出になりますので藤井さんも一言お願いします、はい。私はは今日はもう司会者として 精進したばりますので結構です。<laughs> ありがとうございます。こんなふうに言われましたけど私段取り通りやりましたよね。<laughs> あの豊富と言われましてもですね <laughs> あのどんな話かも何にも知らないわけですね。<laughs> 脚本家の頭の中にはあるらしいですけどそれも教えてられてないですし、えー、先ほど脚本家にお会いしたところ僕を顔を見てびっくりされました。うわあみたいななんでいるんだみたいな顔をするわけですね。いや出るんですけどたらいやえまだ 決めてないのにっていうわけですね、えー、脚本く今日がこう私の最終審査だということでまだ、ね、お芝居の稽古も始まってない段階でよく、ね、その稽古場にお伺いして共演者の皆さんにあのやめてほしいこととかないですかなんてねだめ <laughs> だしなんてよくございますけども一番困る質問なんですよねあるわけないんですよね <laughs> <laughs> さあどうなさいますか <laughs> <laughs> あるわけないんですよあると思うんですけどいやないですよみんなであの演劇を超えて聞きたいこととかなどあればと思いまして例えば三谷さん聞きたいんですけど,、はい、どうぞ大泉洋さんはもう出演は決定ということで大丈夫ですかいやまだ決まってないですよ <laughs> どういう気持ちで今彼がここにいるのか僕はよくわからないですよ <laughs> もしここを使う機会があったらぜひ楽屋満いや、使いなと思って私あなたの舞台に出るって決まってますからう、はい、ん、まだ決まってないやがましなスケジュールものすごい明けてる遠之助さん空いてますいやいやここ, <laughs> ここで今ここでキャスティングするのやめてください遠 <laughs> 之助さんもあなたの似てたかってるしめちゃくちゃじゃないか、えー、宮沢ひよです、えー、僕が初めてパルコプロデュースの作品に出たのが、えー、2018年の北条の海という作品でした その豊穣の意味で、東出さんと共演をし、去年、杏さんと共演し、2020年は本丸のケさんとご一緒できるということで、これ以上、まあ、光栄なことはありません。演劇として、このパルコ劇場、本来の演劇の作品として、一発目で、この椅子一つ一つに。えー これから命を吹き込んでいかなければいけないんだなっていうのを、まあ、ここにいる宮沢日と一緒に、えーまあ、その後ろにいる大勢のキャストとともに、えー、やっていけたらなと、えー、とにかく、えー、僕たちは万全の準備をして初日を迎えたいと思います、えー、お客様にこの席を埋めていただいて一緒にこの劇場をまた作り上げていきたいそう思っていますよろししくお願いします ああ出演します、生瀬です、えー、と柔道一直線、あのー、今、インターネットで調べると、AV の,あのタイトルで柔道一直線っていうのが出ます、えー、と一応、それを舞台化したものだとイメージしていただければいいと思いますので、えー、よろししくお願いわれわれ、どれだけ下品なことができるかというのを企んでおりますで、あので、ー、下ネタ大好きな人、見に来てください。ありがとうございいました客席の半分ぐらいは 招待者なしで埋めたいと思っておりますで,できれば本当は三谷さんの作品に出たたかったです <laughs> 宝塚を辞めて初めての舞台がこのパルコ劇場でしたそしてまた今になってこうしてまたパルコ劇場新生パルコ劇場に立たせていただけるっていうことはとてもとても幸せできっと大きな私のターニングポイントになるんだろうなと今から期待しております。 不謹慎ですが家のようですよねあまりにもアップでねちょっと驚きました長谷紀一です、えー、パルコ劇場とご一緒できる時間が多くなればいいなというふうに思っています、えー、来年ぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、新しくできたパルク劇場のシステムについてちょっとお伝えしたいと思いますシステムですかはい。まずあの皆さんが座ってらっしゃるこの椅子なんですが すべての座席にニクロム線が貼られています。ニクロム線はい。えー、と本番中にあの携帯電話を鳴らした瞬間8万ボルトの電流が流れる予定になっております。えー、それからあの後方に3つレーザー銃がセットされております。これはですねあの招待されていたにもかかわらず本番中に寝てしまったマスコミ関係者を狙い撃ちするように見たされます。それからですね。 えっと、舞台の方に目を向けていただきたいんですがこの上にある鈍ンなんですけれどもこれはあの、えー、必要のないカーテンコールが3回以上続いたときは自動的に降りてくるそういういシステム皆様からのありがたいカーテンコールですよ、はいえー、今、ニューヨークにいるカジラさんから、えー、メッセージをいただいております。いは 三本目が、えー、<laughs> どうやら英語を読めなかったようです今手を振っていますあの先に